兄ジライヤを探し求める機動丸は哀れにも冥界軍に囚われる。五芒星軍と魔界水軍は再び同盟を結び、魔界少女剣里見八剣士と手を組み、冥界軍に対抗する策を取る。黒魔術軍と新選組に魔界少女剣を襲撃されるも、生命と淘汰の援軍で反撃し侵略を防ぐ。同じ頃、真田重雄氏に攻められた里見八剣士には滝夜叉と高房が援軍に現れ、これを撃破。そして機動丸を救うべく冥界軍と戦いに赴いた魔界衆と鶴姫住友であったが、激闘の末に現れたのは変わり果てた姿のジライヤであった。機動丸は仲間を救うために兄に禁断の活性岩を放つ。